イベントを起こすっち。でも。東京漫画センターが気になるのか。ああ、そうだな。秋葉原に来たついでだし寄ってみるか。え、マジで？なんだよお前、そういうの興味あったのか。俺じゃねえよ、誕生日プレゼントを選びたいんだ。誰のだ？誰だっていいじゃねえか、案内しろよ、詳しいんだろ。おい橘、これは一体どう。いや、俺もわかんねえ。で、何も買わないのか。ああ、ちょうどいいのがなくてな。それじゃ、他の店でも回るか。どうせヤマトも行きたいだろ。ふん、俺は別に。それじゃ、中央通りのアニマートでも行くか。だけど、一体何のグッズを買うんだ。いや、知らねえ。はあ？あいつが何を好きだって言ってたか、ちょっと思い出せなくてな。それじゃ何も買えねえじゃん。流行ってそうなのを適当に買っとけば喜ぶか。適当すぎんだろ。送り先はどんな人なんだ。それだけでも分かれば選びようはあるんだけど。そうだな、ちょうどこいつと同い年くらいか、少し下だ。こいつって、え、俺？なんだ、ヤマトへのプレゼントか。ふん、何のプレゼントだよ。お前じゃねえよ、お前くらいの弟にだよ。え、弟？なんだ、弟がいるのか。まあな。レイジって買いすぎだろ。これだけ買っとけばどれか一つは趣味に合うだろう。せっかくだ、他の店にも連れてってくれ。だったら電気街口のレディオ会館でも行くか。どれか欲しっち、二つ名を名乗るっち。じゃ、適当に買うか。ま、こんだけ買えば十分か。こんだけって、だいぶ買ったぞ。フィギュア、漫画、プラモって買いすぎだな。そんなに買ったら運ぶのが大変だろう。宅配にするから大丈夫だ。誕生日プレゼントなのに直接渡さないのか。ああ、弟とはしばらく会ってないしな。なんだ、お前上京組だったのか。あれ、だけどもっと昔は飯を食うのにも困ってたもんだ。もっと昔ってどのくらい。俺がガキの頃だよ。そんな小さい頃から秋葉に来たりしてたのか。まあちょっと。子供の頃から秋葉に来たりしてたんじゃないのか。ああ、それがどうした。それじゃあ宅配便が送れる場所に連れてってくれ。だったら UBX の郵便局へ行くか。何を買うっち、足りないの補充しろっち。
今送って大丈夫なのか。こんな状況で届くのかよ。まあ今日中に届けばなんとかなるだろう。だけど地方なんだろ。いや近所だ。なんならバイク便でもいいくらいだね。どういうことだ。まさか当日配送が終わってるなんてな。とりあえず持って帰るか。たく梱包しちまったじゃねえかよ。おいお前運ぶの手伝い。はあ、ふざけんなよ。ほらよ、すが重てえって。若いんだから大丈夫だろ。ヤマト大活躍だな。って、あれどうしたんだ。これ弟に送るんだよな。宛名間違えてるぞ。間違えてねえよ。いや間違えてるって。宛先が橋口レイタになってるぜ。橋口篠宮じゃなくて。弟なのに名字違うじゃん。両親が離婚した。たったそれだけだ。あ、なんかごめん。別にこの時代大して珍しい話でもねえだろ。それで弟とは会ってなかったんだろ。ああ、両親が離婚して以来弟とは一度も会ってない。もう何年前だか忘れちまったよ。兄弟なのに会いたくないのか。大人はいろいろあるんだよ。ま、その気になればいつでも会えるだろう。それにメールはしてるしな。それじゃあ仲良しなのか。さあどうだろうな。それなりに反抗期は到来しているみたいだが。そっか、ヤマトも反抗期だったのか。おい立花、その割に漫画もアニメもゲームも何一つ卒業できてないみたいだけどな。それきっとヤマトだな。おいどういう意味だよ。まさかお前らが生き別れの兄弟だったなんて。俺の弟はもっと可愛いっつーの。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。まだ入り口は現れてないみたいです。さっきのやりとりで心が揺れたわけじゃないってことか。本当に先の妄想なのか。さあどうだろうな。これはこれは久しぶりだなレイジ。懐かしい顔が見られて嬉しいよ。だったら嬉しそうな顔しろよ。お前は管理局の。は？なんだこのガキ。少し会わないうちにレイジにも友達ができたのか。このガキが友達に見えるのなら今すぐ眼科に行け。どう見ても子守だろう。お前が子守。もしかして今日は世界の終わりかな。勝手に終わってろ。おいみんな行くぞ。こいつに関わるとろくなことがない。おい待てって。せっかくなんだ友達に自己紹介ぐらいさせろよ。やあ、はじめまして。俺は結城春日、妄想管理局の研究推進室室長だ。と言ってもどうやら俺のこと知ってるみたいだけどな。前にどっかで会ったことあったっけ。なあニート、俺のこと知ってるのか。こんだけ秋葉で暴れ回っといて知られてないとでも思っていたのか。アイドルちゃんに中学2年生。あ、そっちの紫の子は毒舌人形だったか。リユたちのことまで。あまり俺の仕事の邪魔をしないでくれよ。面倒事は嫌いなんだ。俺はお前が嫌いだ。あらら、嫌われたもんだね。昔はあんなに仲良しだったじゃないか。眼科じゃなくて脳神経外科だったな。記憶障害が起きてるぞ。それじゃあ病院にでも行ってくるよ。調査も終わったことだしな。だったら早く行けよ。そう冷たくするなよ。これも同期のよしみだ。
一つだけヒントをやろう。お姫様願望とでも言うのかな。それがこの妄想の答えだよ。ま、レイジに乙女心はわからないだろう。ゼロと一の世界で生きるお前にはな。せいぜい頑張れよ。レイジ、お前もしかして。俺の話は後だ。大体察しの通りだよ。ただな、奴が人に優しくするときは必ず何か理由がある。お姫様願望の話かしら。だったら決まりね。この妄想はあの女のものよ。やっぱり先なのか。だとしたら今頃管理局の奴らが星野に。急ごう、自警団のアジトに向かうんだ。まだ管理局の連中は来てないみたいだな。朝日どうしたの？副団長なら団長とお姉ちゃんと買い出し中だよ。邪魔者がいないなんて好都合ね。ちょっとみんなしていきなりどうしたの？ジョーちゃん、担当直入に聞くぞ。あの城の妄想はお前の妄想だな。お城の妄想？違うっち、あれはサキの妄想なんかじゃないっち。ピン君、サキは妄想者なんかじゃないっち。選ばれし者なんだっち。私が妄想者？違うっち、サキは特別な存在なんだっち。ねえ朝日、どういうこと？それはジョーちゃんは特別な存在でいたかったんだ。そう、まるでお姫様みたいだ。だからあの城はジョーちゃんの心の現れなんだよ。あの妄想が私の？あの城の主は王でも女王でもなくお姫様だったのね。違うっち！ちょっと待って、私は1年も前から妄想が認識できるのよ。私なんかもっと小さな頃から。それに私の妄想はどこにも侵食してなかったもの。違うんです、サキさん。だから私は妄想者じゃないわ。妄想の侵食から世界を守る選ばれし者なの。いや、そうじゃないんだ。そうよ、俺だって妄想を認識できる。だがこの世界のどこにも俺の妄想は侵食しちゃいない。いや、正確には侵食しているんだろうな。だが俺はそれが何なのかわからない。嘘。サキ、お前の妄想はもうどこかに生まれていたんだよ。ただそのことに気づけなかった。そして今になって目に見える形で侵食した。サキさん、私は妄想者だったの。サキ、ねえ、違うよね。私、世界を守る選ばれし者なんだよね。朝日、違うよね。ねえ、違うよね。私は違うよね。違うんだよね。なんで、なんで何も言ってくれないの？違うって、ただそう言ってくれるだけでいいんだよ。違うって、なんで言ってくれないのね。え、なんで。サキ、クソ、春日の狙いはこれだ。どういうことだよ。もしかしてサキさんの心が揺れたから？まさか妄想球の入り口が。ああ、まんまとはめられたぜ。あの野郎は
俺たちに仕事を押し付けたんだ。ねえ、なんで？葵、サキを頼む。うん。サキ、少しだけ待っててくれ。お前の妄想を壊させはしない。みんな、お城の妄想宮へ戻るぞ。出現してる。まんまとはめられたな。悔しがってる暇があるなら急ぎなさい。子供？強情なお姫様が門を開いたのよ。その礼儀に応えてあげる必要があるわ。まさかお前仲間割れなら後にしろよ。すでに管理局の連中は侵入しているはずだ。子供、分かってるだろうな。何の話かしら。私は夜の舞踏会に参加するだけよ。喧嘩はダメです。行こう。セーブポイントっち。なんだか懐かしい感じがするっち。懐かしい？ピン君、どういうことですか？わからないっち。まさかここで生まれたなんて言うつもりか？そんなわけないっち。オイラはここが現れる前から存在してるっち。じゃあ何が懐かしいんだよ。ち、やっぱりここは先の妄想だから。